お、ついたついた。これなんでこの、ちょっと未だに不思議なんですけど、なんでコケココと喋れんのかな。コケ。びっくりしとるやん。なんかあるの？コケコッコと仲良くなるとかあんのか。おコケ、うん、コケコッコ今日はご機嫌みたいで、あ、そう、なんかあんのか。コケコケしか言わん。コケし、コケしけない。あ、変わった変わった、結構結構。え、ちょっとなんかある。コケコッコ、コケコッコの言いたいことが分かってきた気がする。なんかやっぱさ、あるんじゃん。変わってよ。こないかな。おー、こけっこ。なんかバリエーションがある。期待させるね、私を。こけかっこったら、またそんな冗談言って。エリちゃん。動物と話せる少女、エリ。やば。お前なんかそういう動物と話せる少女、エリとして、タレントになった方がいいんじゃないか。才能だ。さすがにないか。結構結構そうか。でもなんかいいね。ちょっと仲良くなってきた気がする。また時間があったら話そう。うん。いや、エリちゃん。じゃあ稼ぎますか。行こう。まあまあまあとりあえず。お！来たんじゃないか。さて、そろそろ株主総会ですね。今回も紛糾しないといいんですが。あばばばばば、やばい、エリちゃんのあばばばが出てしまいました。おい、やばい、あばばばばが出るとログなことがないんだ。春日さん、ついに今回の株主総会、みそのが来ます。おお、いよいよお出ましか。確かブラック企業キラーとか言われてるんだっけ。まあうちは全然関係ないっすね。もうホワイトなんで、もう真っさらなね。ブリーチジャパンもびっくりな白さなんでね。うん。あ、元新聞記者なんだ。特に従業員の労働環境問題を根強く取材していた人物なんですよ。ブラック企業を糾弾することに関しては日本一かと思います。あ、でもうちはもう完璧ですわ。うん。なので従業員の不満が大きい状態で挑むとかなりきついことになるかもしれません。ああ、でもうちも福利厚生も、ね、しっかりしてるしね。もういつもカウンセリングも1000万。社員に1000万あげてるんやで。絶対やつらみんなも競馬に使ってるよ。なんで1000万も必要なんだ。ヘルスケアに、心のケアにな。おかしいよ、うん、そうだよ。1000万かける会社ないよ他。これはもう勝てるでしょ。さあ行きましょう。これを乗り切らないと10位以内には上がりません。気合入れていきましょう。いいよ。さあ、今日も頑張りますか。準備。最初から支持率 75%。 素晴らしい。で、赤が3人もいるわ。レベル低いね、これまでと比べると。28レベルとかいたのに。ありゃ、ナメプか。あ、でショタに弱い顔してる。やっぱミソノはショタに弱い。もうショタアタック、ショタアタック、ショタアタック。うん、もう3人ショタでなんとかなるわ。そういう見た目してる。で、これはおばあちゃんに弱いアフロ、こうやな。オッケー。で、おまんは火に弱そうだから、火に、あ、そうそうそう、テクノテクノ。ああ、まあまあいけるでしょ。オッケー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 、大丈夫。株主総会行くぞ。よろしくお願いします。それでは決算報告をさせていただきます。各社一番社長お願いいたします。やっぱ完璧でしょう。今日のために準備してきたから。決算報告をさせていただきます。いい、完璧です。あとは舞うだけ、練習通り。ありがとうございました。ケアは足りてるので大丈夫。
たいと思います。今日は徹底的に追求しますから。おい、ダニー。水。火。火。ダニー弱くない？いつもよの力出せてない。味噌のが怖すぎて。おーおーおいい。よいしょ。赤だから登る。であとは素が。素おお強い。オッケーでしょ。やっぱ水で。水。水。さあメインディッシュよ。よし行くよ。気に入らないんです。ショタに弱い。ショタに弱い。ショタに弱い。あ、ショタ、ショタ。MP が。よし大丈夫大丈夫。大丈夫。土下座がある。ごめんねー。よーし回復した。いいよ。よし。決めよう。ありがとうねー。よし。強くなりすぎた。ありがとうねー。みそのちゃん。おい。よし。いやー、みそのさんには、また遊びに来てほしいですね。このメンバーで。ぜひこのメンバーで頼ますわ。よろしくお願いします。どんぐらい上がるんだ？結構増えたよ。まだまだ成り上がるぜ。と、9、あ、8、あ！ミーツアップ！大海峡やばえ、90! うまーうま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 すぎてうまになってしまう。いいよ。さあじゃあ、みそのちゃんを慰めてあげますか。まあ、こういう時に行くのがいいわけ。弱ってる時にね。ケピ知ってる。よっしゃー株主総会成功だ。おうおうおう、これでついに株価ランキング10位以内になったな。おうおう、はい、あと少しでトップですよ。いや本当ね、やりましたね。一桁だもんね。私が負けるなんて、そんな。これで3連勝とかいうのは全部倒したな。さーて白状してもらおうか。いいね、ここで熱いハグ。てめえらを仕向けてるのはこれ本当のこいつだ。仲間になんないから。私だよ。え？ボスか。あなたは。え？誰だ。どうも。ん？宝生コンツェルンの会長、宝生です。宝生。宝生コンツェルン。こいつか。まで最大の企業。うん。株価ランキング1位の企業です。なるほど。かつて私たちを騙して、うん。一番成果を転落させた張本人です。なんだって。因縁があるね。騙したなんて人聞きが悪いな。ここはビジネスの現場、騙される方が悪い。うわ、どうしてエリちゃんを狙った。そうだよね、決まってるだろう。うん、ちょろそうだったからだよ。あ、ちょろいって。父親を亡くして急に後を継ぐことになった一人娘、きっと大きな不安を抱えて誰かに支えてほしいはず。こんな格好の騙し対象が他にいるかい。あのお前、手を差し伸べるふりをしたらほいほい騙されやがった。大事な親父の作った事業根こそぎ奪い取ってやったよ。こいつ、もともとこいつの父親が私は気に食わなくてね。もうね、人情経営とか言って、うん、周りからの人望を集めて楽しげに事業を拡大していたから、ずっと目障り。ああね、なるほどね。いつか潰してやろうと思っていたが、勝手に死んで、バカな娘のおかげで簡単に潰せたからよかった。仲良ししてたからね。
ひどい。ちょっと嫌な感じだったんだね。まあ、私が騙さなくても、お前は遅かれ早かれ誰かに騙されて転落していたと思うけどね。陰キャやね。陽キャに。お前気に食わないからって手出したんや。横浜ナンバーワン企業の社長だから、ね。騙されがいがあるって。この野郎。はよこいつ。いいのかい。飛ぶ鳥を落とす勢いの一番ホールディングスの社長さんが暴力沙汰なんか起こして、それも私を殴ったとなれば、横浜の経済界を敵に回すことになる。おすすめはできないな。なこと知ったことが。やめてください、春日さん。いやこれは。ここで殴ったらこいつの思うツボです。そうね。こいつは私たちに自滅してほしいから挑発してるんですよ。ほう、少しは成長したみたいじゃないか。ね。お嬢。その辺に記者とかいそうだよね。と戦って。うん。あなたたちの会社に勝ってみせます。そうだな。絶対にランキング1位になって。横浜の経済界を味方につけてあなたを追い詰めてやる。小娘言うねや。できるならやってみろよ。ここからは我々も手加減なしでやらせてもらう。覚悟しておけ。あまり会社経営をなめるなよ。いいね、春日さん。私、うん、絶対あいつに勝ちたいです。そうだよな。うん、頑張ろう。売られた喧嘩はね、買わないとね。でもさゆりちゃん、あなた何もしてないよね。やったことといえば100億円のビルを勝手に買ったことぐらいだよね。うん、まあいいんだけど。ごめんね、水を差すようで。ごめん。絶対勝ちたいですって。余計なことしかしてない。ごめんね、エリちゃんごめん。余計なことしか。私の記憶違いかな。あ、いや、ありあり。お、よかった。うん。実は僕が一番の後押しをしていたのは、北条を倒してほしいという思いからだったんだ。あーねー、なるほどね、そういうことか。はいはいはい。あ、横浜市場は少し前から北条による強引な悪徳など独占支配が行われていて非常に不健全な状態なんだよ。それをだからクリーンにしろと、ブリーチしろと。あ、それで送り込んだのか。なるほどね。僕も何度か横浜のビジネスを手掛けようとしたんだけど北条に邪魔されてなかなかうまくいかなかったんだ。健全にしてほしいのか。俺らにね。やっぱりカムロ町にいる僕が片手までやっても地元色の強い市場を制していくのは難しいんだ。あ、なるほどなるほどね。うんうん。だから地元密着の一番に託せばもしかしたら何とかしてくれるんじゃないかと思ってね。そういう思いで一番成果に出資したんだ。一番は今のところ見事に期待に応えてくれている。ほんとあと少しだよ。頑張ってほしい。まあそうね。落ち込むとき落ち込んだけどね。197位まで。201197。うん。お、時間は問わない。必ず株価ランキング1位になって北条を倒し、横浜の市場を健全な市場にしてほしいんだ。分かった。オッケーオッケーオッケー。任せて。期限なしね。じゃあ、ついに、一番ホールディングスが、真に一番になるときが、やってまいりました。任せて日光型。お前の期待。答えてみせる。いいな。春日さん、改めて頑張りましょう。春日さん、うん、頑張るか。エリちゃん、おう、うん、よーし、いい。お、春日は札束ビンタ究極を習得しました。気になる、気になる。札束ビンタ究極。あ、絆が、何？エリはジョブ、ナイトクイーンを選択可能になりました。どんな絆の積み方？どんな絆の積み方？え、何？私、春日さんのためなら、一肌脱いでも、みたいな。ちょっと、不健全じゃないか。
どうして絆がたまるとナイトクイーンになれるんだ。すごいわ。ちょっと脱げるようになった。やだ、めっちゃ不健全じゃん。ちょっと究極みたいな。いや、コケコッコ、最近ツヤっぽくなったな。何？やめてよ。何？え、どういうこと？カスガ？え？それ、え？多様性の時代ですけどね。え、ドキドキしてきちゃった。どういうこと？なんか仲良くなってさ、急に脱ぎ出したエリちゃんも気になるしさ、急にツヤっぽくなったコケコッコも気になる。一番ホールディングスで一体何が起こってんだ。どういうことなの。どうなってんのうちら。怖いわ。でもさ、札束ビンタ究極ってなんだと思う。究極じゃない状態ですでに普通に札束持ってコッペをペタペタしてたのね。それが普通のビンタでしょ。札束ビンタ究極はあれかな、あのジュラルミンケースにさ、札束いっぱいさ入れといてガンって、もうビンタじゃないよそれは。もうビンタじゃない、もうすでに痛いやつよ。角でよ。違うかな、究極だから殺傷能力も高いでしょ。ビンタじゃない、あ、それ王だ。確かに技名が違う。ちょっと今回復してきたんで、じゃあ最後にちょっと皆さんに究極をお見せして、行こうかなと。やあやあ、殴らせてくれないか。いきます、よろしくお願いします。26レベル、あ、手頃なヤクザがいましたね。なるほど。よし、じゃあ行きます。よいしょよいしょ。いいね、やっぱ横浜だと手頃なヤクザがたくさんいて非常にこう殴りがいがある。素敵だ。どうしようかな。こうな。よし、来た。よし、来たよ。究極。待って。改めも見てない。先にちょっと改めるか。ごめん。ビンタ、改め見てなかった。改めていいか。一旦改めな。いたな。いきます。これが改め。あんま、気のせいかな。あんま普通のと変わらん。いや、気のせい。いや、きっと究極は全然違うん。そうで決まってる。究極だからね。ちょっと改めは、まあ、確かにちょっと、まあ、改善系なんで、ね、ノーマルの改善系なんで、まあ、あんまり変わんなくても、まあ、ちょっと納得なんだけど、まあ、さすがに、究極、ビンタはもう本当もう、それはもうすごいことになると思うんだよね。うん、これね。究極。はい、もうこれはもう、すごいことになりますわ。いきます！はい！全然変わんない。え？そんなことある？え？ジュラルミンケースを？ちょっとバラバラした。ほんと火力なんかさ、ケンピなんならあれかなって、現金輸送車が突っ込んでくんのかなって思ってた。すごいよって。どうケンピだったらそうする。現金輸送車がでうわーってくる。うわーって超強い。それもビンタじゃないか。あざしたー。あざしたー。